チェです。先ほど走行されました16番村田選手とエスメラルダの成績は、走行タイム72秒00、タイムがこぼれてしまいました。タイム減点が2つきまして、総減点2となっております。ただいま田中選手が騎乗しております軽騎は、先ほど行われました関東学生馬術女子競技大会障害比喩競技にて高山朝香選手が騎乗し、タイム66秒46、総減点8で走行を終えております。ただいま走行されました田中選手と軽騎の成績は、走行タイム58秒89、総減点